はい、パズルの33番です。最後の4オームというのが全部違う通りに流れるよというパターンで、なんと7280ボルトで7280割4の、電流が流れるような、非常にごちゃごちゃしたやつですけども、次のやつは、長方形による正方形分割というので、ユリと鈴木さんが紹介してくれました。ちょっとそれを書いてなかったね。あ、ここに書いてありました。それで、これがどうも最小加入ですので、1対2の長方形を何個か使って正方形にするというのです。で、これ、9個が最小加入ですということで、その9個の時のものを書いてあります。意外と簡単でたったこんだけのマトリックスになって、絵にするとこんな感じです。で、ソルブってやってやると、確かに、こいつを縦に見た時も1オーム、横に見た時も1オームということで、縦から見ても、横から見ても、1オームの回路が、こういう形か、こういう形でできていると。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個の長方形で1オームが作られているということが、これでわかりました。はい、以上です。